みなさんこんにちは、渡辺です。今日もですね、教えて美容さんコーナーの第2弾としてセルフ前髪カットについてご紹介します。このね、セルフ前髪カット、皆さんね、やられてる方も結構多いかと思います。僕もね、お客様でやっぱりお話をしてると、大体の方がもう1週間前でちょっと切ってしまうっていうことがあるっていうね、そういったお話をよく聞くので、今日はね、それのやっていいことと悪いこと、これについてご紹介していきます。失敗しないコツはってね、よく聞かれることも多いんですけど、僕らもね、いつも意識してるところなんですけど、前髪のね、この切る場所、位置だったりとかをしっかりと見極めて慎重に切ること、これだけです。なので失敗しないポイントもね、しっかりとお伝えしてやっていきたいと思いますので、ぜひね、前髪を切られる方、参考にしてみてください。それでは動画をどうぞ。じゃあ早速お人形さんでね、ご説明していきたいと思うんですけど、前髪をね、まずね、自然に溶かします。溶かした時に自然に落ちる位置、これをね、しっかりとね、ご理解していただければなと思います。なのでこう普通に溶かして前髪が降りてくる位置、これをしっかりと把握した状態で切る場所なんですけど、この黒目の外側と外側、ここの範囲までにしてください。これ以上広げてしまうとね、前髪バランス崩れてしまいますので、まずね、こっちは黒目の外側のところから取っていただいて、反対側も同様に、だいたいね、黒目の幅、これの位置で取り分けるようにしてください。なるべくこの上の部分ですね、ちょっと三角になるように取り分けるのもポイントです。そして前髪を切る時のね、ハサミの入れ方なんですけど、例えばこうやって横に入れるか、あとは縦にこういう風にね、入れるか、どっちかでね、悩んでる方も多いかと思います。単純に横にこう入れてしまうと、まあパッツンな形になります。パッツンにしたい方に関しては横に入れていく。で、いかにね、ナチュラルに見せたい方に関しては、縦にこういう風に入れていく。ハサミの入れ方はこの2種類で OK かと思います。まあ、大体の方がね、縦に入れられる方が多いかなと思いますので、まあ、このぐらいね、切る幅、ご自身でね、例えばじゃあ1センチぐらいの幅切りたいってなったら、1センチだけ手から出して、そこを縦に少しずつ入れていく。こういう風にして、徐々に切っていくと、失敗しづらいです。やってはダメなことは、この黒目の部分から外側の髪の毛を切ること、これはやめてください。ここをね、切ってしまうとお顔がね、ちょっと大きく見えたりしてしまう可能性があります。どちらかというと僕ら美容師もここの部分の髪の毛で顔を小さく見せたりとか、バランスを取ったりとかって結構することを結構慎重にやります。なのでこの部分って結構ね、切り込んでしまうともう元に戻せなかったりとか、ちょっとね、バランスがおかしくなってしまいます。切る範囲は絶対に黒目よりも内側、この部分だけにするようにしてください。あともう一点、こう切るときにこう前髪を切ったらお顔につくじゃないですか。で、その時にこういう風に顎を引いて切る方が結構多いです。こうしてしまうと、切った時にね、これぐらいかなと思って想定で切ったりとかしても、ちょっと短く見えたりする可能性があります。なので顎を引いて切るのはやめてください。顎を引かずにこのままの感じで切るようにしてあげると、前髪の長さが失敗しづらいです。この2点を気をつけるようにしてください。はい、ということでこんな感じで前髪のセルフカットについてご紹介させていただきました。範囲の幅結構重要になってきます。あとはね、本当にパッツンにしたいか、ナチュラルにしたいか、この辺もね、合わせて覚えておいていただければなと思います。黒目よりも横の幅、サイドの幅を切ってしまうと、ちょっとね、お顔が大きく見えてしまったりとか、あとはね、顎を引きながら切ってしまうと前髪が短くなってしまう可能性になりますので、その辺もね、注意してぜひやってみてください。毎回ご自身で切ってしまうと前髪のバランスも崩れてしまいますので、できるだけもう次の美容院までの、まあ1週間前とかですね、もうどうしても切りたいっていう時の応急処置の前髪の方法なので、まあこの辺はね、しっかりと覚えておいていただければなと思います。今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。今後もね、皆さんが綺麗で可愛くなれるような動画を作っていきますので、今後ともよろしくお願いします。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録とコメントもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。